はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もバトルファンタズム行きましょう。もう少しでおしまいですね。今日はこれ、新伝説の三悪魔。行ってみましょう。難しいでしょ？はい、こいつらね。で、やばいのが、魅了と、あと、呪いで、踊りがあるので、ちょっとね、対策を装備してきました。一応ね、幻惑と呪い。この二つは、ちょっと強くしてきてるんだよね。魅了はまあね、直せるんで、いいかな。この幻惑と呪いに関しては、ちょっと、対策を入れてきました。で、キングヒドラが、やばいよね。キングヒドラが、いや、違う！バラモスブロスからか。魅了をまずなんとかする？いや、でもね、ハッピーブレスもやばいんだわな。バラモスブロスからいきます。いや、やべえ。でもね、魅了されてね、攻撃全体にやられたりすると、もう終わるんだわな。ただちょっとアクセルギアが装備できなくなってるんで、2回行動っていうのが、ちょっとあまり発動しないか。フーラは、幻惑のやつは入れてなくて、アクセルギアを1つ入れてます。うん、フーラ別幻惑になってもいいからね。OK。来た！うっそ、何何、あ、ああ、なるほどね、攻撃ダウンとかそういうのが入ったのか。 OK、 幻惑にならなければ攻撃は当たるんで大丈夫でしょう。これ追い風入れたがいい。あ、あ、でも最悪勇者の心はあるんで、いろいろ解除はできるね。いけ。ああ、まあまあ、でもそんなにダメージない。うわあ、嘘でしょ。キングヒドラの火力やば。でもまあ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 、いいんじゃない。これ回復したいな。でもまずは倒す。倒しきれんのか。よし、倒した。うわ、めっちゃ効くじゃん。むちゃくちゃ効くじゃねえか。いや、さすがにここら辺になると敵強えか。はい、不死鳥天部。いや、強いわ敵が。うん、いや、攻撃一回一回もね、結構ダメージくるし、なかなかやね。チャージタックルをしていきましょう。嫌な敵ではあるな。回復しっかり入れとけ。2回攻撃して、キングヒドラを落としたい。何？ま、もう大丈夫ね。幻惑なってないならいいや。オッケー。あー、攻撃が2段階下がってる。最悪。よし。倒して、ナイス。あと1体。いや、さすがに強いわ。異常状態が来たりすると本当にやりにくい。
でも、もう倒す。うん。オッケー。よし。もう少し。終わりか。まだか。意外に硬い。よし、まあまあまあ倒したけど、ちょっと時間かかったんじゃない？ 28手か。仕方ないね。ちょっと異常状態があったりするとこんな感じになるか。でもまあいい感じではないので、最後です。次がダークネビュラ。これが確かめちゃくちゃ難しいっていう話だよね。まあ、次これやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。